標を持ってほしいです。夢や目標を持って、その自分で選択したものに対して自信を持ってほしいです。誇りを持ってほしいです。自分らしく堂々と、正々堂々と言ってほしいです。皆さんは、僕はプロボクサーとしても政治活動としても両方とも二足のわらじで頑張らせてもらってます。当時世間からはすごい文句言われます。プロボクサー引退した方がいいんじゃないとか、政治でやっていくなんか世の中変えるなんか無理だよ、そういったことを言われます。ただやってみないとわからないし、やらないとわかんないです。まずやってみてどう判断するか、まず行動してみないと何も起こりません。まず行動することが大事なんです。皆さんにこれだけは伝えていきたい。文句を言うんだったらまず行動しろと、人のせいにするなと、自分で選択して自分で今を選んだんだったら自分で責任を持てと、強く生きろと、正々堂々と自分らしく生きてほしい、そういったことを僕は伝えていきます。僕は今まで政治に対して興味もなければ関心も持っていませんでした。ただ今の政治の在り方がおかしい、今の日本がおかしい、それぐらいは僕でも分かります。だったら自分自身で変えていこうと、そう思い、こうやって皆さんの前でお話をさせてもらってます。そしてこの参政党は今までにない政党になります。今の日本がおかしい、今の政治がおかしい、今の政治を良くしていきたい、今の日本を良くしていきたい、思い一つで出来上がった政党になります。2022年に結成され、2022年に国会議員が登場し、今では全国で140名以上の議員が登場しました。愛知でも10名以上の議員が登場します。そして思い一つで集まった党員さんが今は10万人集まりました。今どん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 大きくなっていく、なっていってる政党になります。国民が政治に参加すると書いて参政党です。人民のための人民による政治をやっていこうと、そう思いこうやって立ち上がらせてもらってます。私自身もプロボクサーしかやってきてない人間です。今まで政治に興味もなければ関心もありませんでした。皆さんと同じ立場の人間です。ただこうやって思いがあって、こうやって皆さんの前でお話をさせてもらってます。今の義務教育のあり方、今の政治のあり方を根本から変えていきたい。私はそう思い、こうやって立ち上がらせてもらってます。おかしいことはおかしい、違うことは違う、そういった言えるような人たちが私は必要だと思っています。空気を読むのは大事かもしれません。ただ時には空気を読まなくてもいいです。おかしいことはおかしい、違うことは違う、はっきり言っていったらいいです。そして自分らしく自分を正々堂々と生きていったらいいです。人に依存をするんじゃなくて、本当の意味での自立、本当の意味での自立、自分に自信を持って誇りを持つことによって、自分のことをリスペクトもできるし、他人のこともリスペクトできるんです。そして互いが切磋琢磨して相乗効果で力を合わせれば、日本は良くなっていくんです。社会は良くなっていくんです。そして一人の意識が変われば周りが変わるんです。周りが変われば地域が変わるんです。地域が変われば社会が変わっていくんです。そしてこの愛知の力、皆さんの手で、皆さんの力で、日本をいいものに、本当の意味で豊かなものにしていきましょう。参政党愛知県第9区国政改革委員、プロボクサーの小倉井孝弘と申します。皆さん、名前だけでもいいので、ぜひ
覚えていってください。賛成とプロボクサーの井上貴弘です。